タンを押して始めよう。行くぞ。好きなモードを選んでね。ゲームセンターの釣りスピリ、大物を釣るための冒険に出られるぞ。頑張るぞ。地球の表面の 70% は海である。しかし人類はまだその海の 5% ほどしか探索できていないと言われている。そう、海にはまだ無限と言っていいほどの未知が広がっている。そんな海の不思議を解き明かすため海洋研究所は作られた。海洋研究所は海の不思議に挑む者たちを増やすために未知の魚に莫大な賞金を出すようになった。かくして世界は多くの人がトレジャーハンターとして海に挑むアングラー時代の幕開けとなった。はじめまして、僕は海洋研究所の調査官の牛尾と申します。あなたが今日からトレジャーハンターになられる方ですね。よろしくお願いします。ところで、あなたのことを何とお呼びすればいいでしょうか。素敵なお名前ですね。いい響きです。それではこちらで海洋研究所にも登録しちゃいますね。はい、登録できました。これで今からトレジャーハンターとして正式に海に出ることができます。ちなみにトレジャーハンターには海洋研究所から調査官が一人担当としてつきます。そういうわけで僕があなたの担当になりますので、これからよろしくお願いしますね。あと今回は特別に旅のサポートをしてくれる方も来てるんですよ。お二人をご紹介しますね。はじめましてだっぱ。俺はカパロで、こいつが俺の弟のキュータだっきゅ。はじめましてだっきゅ。なんで俺たちがカッパってわかったっぱ。ちゃんと人間に化けているはずなのに謎だっきゅ。カッパ、どういうことですか。お二人は普通の子供ですが。パパパ、そうパ、カッパなわけないパ。何言ってるパ。きっと寝ぼけているんだっきゅ。まだきっと起きたばっかりなんだっきゅ。ちょっと待つパ、ちょっとこっちに来てほしいパ。おい、俺たちはカッパだけどこれでも人間に化けてるんだパ。どうやら俺たちのことがカッパに見えてるみたいだが、普通の人には俺たちは人間に見えてるんだっぱ。だから俺たちがカッパだってことは他の人には内緒にしてほしいっぱ。そんなの知らないっぱ。こっちが聞きたいっぱ。今まで人間にバレたことなかったのに。あ、兄ちゃん兄ちゃん、前にじいじが言ってたっきゅ。カッパ界の言い伝えで僕たちカッパの真実の姿が見える人はすっごく釣りの才能があるっていう話っきゅ。お、それが本当ならこいつはすっげえ釣り人になるってことだっぱな。そうだっきゅ、海に愛されてるんだっきゅ。やったっきゅ、いい人のサポートについたっきゅ。そうだな、俺たちの変身を見抜くなんて大したもんだっぱ。気に入ったっぱ。本当にすっごい釣り人なら宝玉も簡単にゲットできるっきゅ。きゅー、まさか宝玉を知らないっきゅ。宝玉っていうのは。みなさん、船を運転してくれる方が来ましたよ。はいっぱ、説明は後っぱ、行くっぱ。よ、すまねえな遅れて。ちょっと出際にドタバタがあってよ。でも船の準備はできたぞ。どうで俺の大将丸は。行かすだろ。
この味のある感じがたまらないんだ。この方は我々が乗る船の運転手、克美さんです。性格がちょっと熱すぎるところがありますが、運転の方はプロですから、安全に釣り場まで連れて行ってくれますよ。おうや、俺の運転はピカイチだぜ。安心して釣りに集中するといい。ロマンにあふれた大海原へ行くぜ。みんな俺についてこい。レッツフィッシングパー。こうしてトレジャーハンターとして初めの一歩を踏み出し、大いなる海に出かけることになった。ここサンゴ礁は潮の流れが穏やかで、いろんな魚が釣りやすいので、初めてトレジャーハンターになった方にうってつけの海なんですよ。そのため最初の海と呼ばれているのです。兄ちゃん、いろんな色がいっぱいあるっきゅ。なんでこんなカラフルなんだっきゅ。サンゴは数百以上もの種類があると言われていて、みんないろんな形、いろんな色をしているんだっぱ。おっと、海洋研究所からの連絡ですね。今届いたのは手配書と呼ばれるもので、海洋研究所からの依頼書になります。それじゃ早速その送られてきた手配書を見て釣りをしてみよっぱ。僕たちが釣りの説明をするっきゅ。まず一番最初の手配書を選ぶっぱ。好きな手配書を選ぶっぱ。この手配書にするっぱ。レッツフィッシングっきゅ。特定の相性がいい。エケッパー、プレスキュー。
お魚ゲットっぱ。お魚さんと特定の相性が一気に行けっぱ。お魚さんゲットっきゃ。ここまでっぱ。よくやったっきゃ。すごいっきゃ。のセンスあるっぱ。海に愛されてるんだっきゅ。幸せ者だっきゅ。今のように海洋研究所からの手配書をクリアすると素材とお金をゲットできます。そして素材を集めると素敵なロッドが作れるんですよ。あ、ちなみにロッドというのは釣り竿のことなので覚えておいてくださいね。イケてるロッドはナイスなアングラーの証だからな。ああ、そういえばアングラーって言葉知っているか？アングラーっていうのは釣り人って意味で、その中でもすごい人はゴッドアングラーと呼ばれるんだ。海に愛されているすごい力の持ち主だから、きっとゴッドアングラーになれる気がするっきゅ。そうだっぱな。俺たちもついてるし、俺が認めたやつだっぱ。絶対になるっぱ。パパパ。おいおいおい、おっと、またまた海洋研究所からの連絡ですね。新しい手配書が来たみたいですね。それじゃあ次の手配書に。レッツフィッシングっぱ。好きな手配書を選ぶっぱ。この手配書にするっぱ。レッツフィッシングっきゅ
海洋研究所からの連絡ですね。情報によると最近この辺りでマンボウが目撃されるようになったらしいですね。ここの海域で発見されるのは非常に珍しく、調査したいとのことで海洋研究所から手配書が届きました。そういえばマンボウといえば知ってますか？実はすっごい数の卵を産むらしいんですよ。聞いてびっくりしますよ。なんとその数3億個ぐらいと言われています。きゃー、3億ってどれくらいきゅ？そのまま3億数えてくと気づかないうちに寝てるぞ。あー、マグロが確か図鑑では1000万から4000万個とも言われているから、それに比べるとマンボウは桁違いだっぱ。そうなんですよ、とっても数が多いんですよ。ああ、でもこの3億個という数字も正式な数字ではなく、それくらいの数を複数回に分けて産卵しているのではという説もあるので、たくさん卵を産むってことだけ覚えておくといいですね。水族館でよく見る割には未だにマンボウは未知の生物なんだな。ちなみにマンボウはたくさん卵を産むのですが、大きくなれるのはたったの数匹だそうです。だから数をいっぱい産むのか。海はすごいな、厳しいな。つまり今目の前にいる子は厳しい環境の中ここまで大きくなったたくましい子なんですよ。そう言われるとめちゃくちゃ強そうに見えるな。でもせっかく目の前に出てきてくれたチャンス逃しはしないパ。よし、それじゃ大物を釣る時のコツを教えるパ。キュー、大物にはコツがあるキュー。それじゃ手配書を選択してベッツフィッシングパ。好きな手配書を選ぶパ。この手配書にするパ。ベッツフィッシングキュWe'll be right back.
当に行くっきゅ。あと10秒でボスが逃げるか。動きが遅いっきゅ。チャンスっきゅ。素晴らしいです。キュー、懸賞金、懸賞金。お前な、可愛い顔してお金大好きだな。ん？なんか浮きについてるっぱ。これは宝玉っぱ。そう、地球の海に眠っていると言われる10個の宝玉のことだっぱ。この世界に古くから伝わる伝承、世界に散らばりし銃の宝玉、これを集めし時、古の宝がよみがえる。人々はこの伝承に夢を見て、そしてロマンを感じ、海に出るんですよね。おい、何うっとりしてんだ牛を。うっとりもしますよ、海洋研究所。いいえ、海に焦がれる者は皆この宝玉の伝承を信じ、ずっと探しているんですから。ということで、ちょっと僕によく見せてください。うんうん、どうせただの石ころだろう。そんなすぐ見つかったら苦労はしねえって。なっ、これは本物の宝玉、すごいですよ。何？海洋研究所に昔発見された宝玉が1個あるのですが、それと同じ物質のものですね。最高だっきゅ。俺たち兄弟は宝玉を探して海を冒険しているんだっぱ。長いこと探していて全然見つからなかったのに、やっぱり俺たちの出会いは運命だっぱな。これは今まで海洋研究所や幾人ものトレジャーハンターが探しても見つからなかったものです。あわわ、まさに世紀の大発見です。所長にお知らせしなければ。海洋研究所にデータを送りましたが、やはり宝玉だそうです。いやー、すごいですね。大興奮ですよ。本物の宝玉を航海の初日で釣り上げるなんて、いい感してるじゃねえか。さすが俺たちが見込んだやつだっぱ。お、マンボウを倒していい素材が手に入ったみたいだな。これだけ素材があったら何か新しいロッドが作れるかもしれねえぞ。本当ですね。それではせっかくですし、一度漁港に戻ってロッドを作ってみましょうか。何をするっぱ？釣り具屋。よう、よく来たな。宝玉を見つけたんだってな。
なんだよ、期待のルーキーじゃねえか。やるな。俺の情報網はすげえんだぜ。っていう冗談は置いといて、ここは小さな漁港だからな。おっといけない、悪い悪い。俺は匠、この店の店長だ。ここでは釣り具の生産ができるのとともに、釣り具の強化なんかもやってるぜ。なんか作ってほしいときは俺に頼みな。ま、きっちり素材とお代はいただくがな。で、何かするか。毎度あり。新しいロッドができたっぱ。新しく作ったロッドはしっかり装備しろよ。装備し忘れたら作った意味なくなっちまうからな。それはちょっと悲しいっきょ。ちなみに今回はもう装備してるみたいだから問題ないが、装備変更は自宅でできるからな。よし、これであらかたの説明は終わったな。あとは釣りをしながらいろいろ覚えればいい。はい、そうですね。それではこちらを。こちらは先ほど海洋研究所から送られてきたサンゴ礁エリアの手配書になります。いよいよ本格的なトレジャーハンターとしての冒険が始まるな。それじゃあ今からポイントに行くか。情報を確認して早速釣りに行くぞ。こんにちは。ようこそアクアリウムへ。私、オトハと申します。元気がいいですね。こちらこそよろしくお願いします。ここアクアリウムには各トレジャーハンターさん専用の水槽がありまして、各地域の海で釣ったお魚を水槽に入れることができます。ぜひ水槽をお魚でいっぱいにしてみてください。とっても賑やかになりますよ。水槽にお魚を入れるのにはいくつか条件があるのですが、それはアクアリウム内の依頼リストを見ていただきまして、条件を確認してもらえればと思います。それでは何をいたしますか。報酬の受け取り可能な依頼がありますよ。確認してみてくださいね。してくださいね。何をするっ
自宅。お邪魔しますっぱ。初めて行くお宅はちょっとワクワクっぱ。キュッキュッキュー。どこかにへそくりがあったりしないかキュー。あったら面白そうだっぱ。探すっぱ。って違うっぱ。ここに来た目的を忘れるとこだったっぱ。ここではロッドの変更をしたり、持ってるアイテムを確認したり、セーブなんかができるらしいっぱ。キュー、いろいろできるナイスな自宅だキュー。で、何をするっぱ。お宝ゲットっぱ。
ホウジロザメのかっこよさがわかんないっぱ。あの迫力がかっこよくってたまらないんだっぱ。水からザパーンって出てくる姿とかもうかっこよすぎだっぱ。ホウジロザメ愛すごいな。まあ確かに俺も子供の頃はホウジロザメの模型で遊んだっけな。皆さん、海洋研究所から手配書が届きましたよ。なんとホウジロザメがこのサンゴ礁に出て大暴れしているという情報が。って、この暴れてる魚はまさか。ああ、そのホウジロザメならさっきから目の前で暴れてるっぱ。な、すごい迫力ですね。さすがホウジロザメ。この目で見られてワクワクが止まりません。何をのんきなこと。カツミさん、ホウジロザメ見てワクワクしないんですか。いや、ワクワクって。サメといえばホウジロザメ、最もみんなが知ってるサメさんですよ。ちなみに手配書が出たってことは懸賞金かかったんだな。はい、それはもちろんたっぷりと。よし、それじゃ釣るしかねえな。もちろんだっぱ。ホウジロザメを目の前にして釣らない理由ないっぱ。よし、準備はいいっぱ。よし、ベッドフィッシングっぱ。好きな手配書を選ぶっぱ。この手配書にするっぱ。ベッドフィッシングっきょう。
本当にホオジロザメを釣り上げるなんて。キュッキュキュー、懸賞金もらうキュー。あ、すみません、こちらの懸賞金なのですが、今回は金額が高くなっていますので、一部私の方でお預かりしますね。持ってったな。船を修理されたり改造される時などにお金が使えるように僕の方で調整しておきますね。あ、これは雨が降る匂いがするっぱ。じゃあここは一旦漁港に戻った方が良さそうだな。はい、では僕も次行く海の下調べをしに研究所に戻りますね。うん、牛尾、次はどこに行くつもりなんで。次はそうですね、ブルーホールに行かれるのがいいかと。とても綺麗で
眺めもすごくいい場所なんですよ。よし、それじゃあ次はブルーホールってことで。とりあえず今は雨降る前に漁港に戻るぞ。船動かすからしっかり捕まってろ。キュー。よう、ロッドの調子はどうだ？毎度あり。何をするっぱ？アクアリウム。こんにちは。ようこそアクアリウムへ。報酬の受け取り可能な依頼がありますよ。確認してみてくださいね。またお魚を見にいらしてくださいね。何をするっぱ？